定でこの選挙始まったわけですが、そもそも総裁選挙の際に石破総理は何と言っていたか。小泉進次郎さんが総裁になったらすぐに解散総選挙を行うと言ったことに対して、石破当時総裁候補はそれは国民に失礼だと、しっかり予算委員会を開いて国民の皆様に判断材料を提供してから解散すべきだと諭すように石破候補は言っていたわけです。しかしそのたった1週間2週間後に自分が総裁になったら、誰に言われたのか分かりませんが、すぐに解散総選挙を行うと、まさに手のひら返し、予算委員会で国民の皆様が判断する材料はどこに行ったのか。全く私たちは今回のこの石破さんの手のひら返しで、やっぱり自民党は変わらない、変えれないんだなと思いました。石破さんの魅力は、自民党の大半の人と意見が違っても自分が正しいと信じることをぶれずに言っているような、そういうイメージがありました。しかし蓋を開けてみたら、すぐに前言撤回、これではやっぱり自民党を変えられない。しかも政治と金の問題どうでしょうか。相当数の非公認が出ると言われていましたが、結局12人、相当数大半は公認されたんじゃないですか。私たちは今回の選挙で、ありがとうございます、政治と金の問題に決着をつけなくてはいけないと考えています。限界まで失墜してしまった政治への信頼をどうやって取り戻していくのか。自民党内の代表を変えるだけの疑似政権交代では自民党も変えられない、そして政治と金の問題も変わらないということが明らかになりました。だからこそ今度は政治と金の問題、こういう悪いことや国民の皆様から見て理解できないこと、ずるいこと、こういうことを行ったら、どちらが政権を持っていても政権を失ってしまうという、その緊張感を今回の選挙で作らなくてはいけないと思います。与野党が白昼して、どちらかが気を抜いたり手を抜いたりずるいことをすれば政権を失うという緊張感こそが、私は唯一この国の日本の政治に信頼を取り戻すその手段だと思います。私はありがとうございます。そしてこの浜松は残念ながら政治と金の問題の象徴的な地域の一つになってしまいました。だからこそ私がこの浜松から先頭に立って政治不信に決着をつける、そして政治と金の問題に決着をつけて、ありがとうございます、政治への信頼を取り戻す、その先頭に立っていきたいと思います。私たちが目指している国の姿は、自民党がやっていることと全て真逆ではありません。でもやり方や姿勢が違う。私たちは国民一人一人の皆様の暮らしに重点を置いて、自民党はパーティー券を買ってくれ、企業献金をしてくれる業界や団体の方を向いた政治をやる、そのアプローチが違うんです。私たちはより国民に直接アプローチすることが、今の物価高や給料が上がらない日本の経済底支えして分厚い中間層を復活できると思っている。大きな何か大改革をやるわけではありませんが、自民党ではできないやり方で国民の暮らしをもっと豊かにしていきたいと思います。外交や安全保障についてはほとんど変わらない、それでいいんです。しかし内政で、ありがとうございます、みんなが安心して暮らせる力強い経済と
そして誰にも優しい社会を、これは違うアプローチで私たちやっていきたいと思います。その第一歩に政治への信頼を回復する、そこから始めたいと思います。この浜松から政治不信に決着をつける、その先頭に立っていきます。あと12日間どうか最後までよろしくお願いいたします。衆議院議員候補の源馬謙太郎でした。また引き続き各地で演説させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。